こんばんは、ネラルウォーター大勢伊藤です。今日は酒祭り限定やわらぎ水、こちらを紹介したいと思います。ちなみにですね、この製品紹介で、なんとミネラルウォーター大全1900種目になりました。2005年の8月に始めて2013年の8月に1900種を達成しました。多分ですけども2000種はクリアできると思います。近い将来また紹介しますので、楽しみにしていただけたら嬉しいです。じゃあラベルを一周してみましょう。東広島市、広島県東広島市の観光マスコットのんたが描かれてますね。常に美味しいお酒を楽しく飲むためのお水だよ、合間に飲んでねと書かれてます。やわらぎ水っていうのはですね、あのワインでいうチェイサーと一緒で、あれワインだったかなウイスキーだったか忘れちゃいましたけども、チェイサーと一緒でお酒とお酒の間に飲む水ということで、体に負担がかからないようにですね、飲む水ということです。お酒が好きな方はですね、ぜひ水の方も飲んでいただけるといいんじゃないかなと思います。それがですね、このやわらぎ水がですね、もし、仕込み水であったりしたら贅沢なんですよね。その、この水で作ったお酒を飲みながら、やわらぎ水としてそのマザーウォーター、仕込み水を飲む、こんな贅沢なことがあるんでしょうかと思うぐらい私はちょっと楽しくなっちゃうんですけど、皆さんはどう感じるでしょうか。採水地が広島県東広島市紫波町、販売者が社団法人東広島市観光協会ですね。硬度が23、pH が 8.3、 軟水ですね。これはですね、とても飲みやすくてですね、やっぱすごくこう口当たりが軽いんですね。ですから誰が飲んでもおそらく嫌いとは言わないと思いますので、もちろんお酒を飲まない方もですね、楽しめる水味だと思います。地下100メートルの深井戸から汲み上げた広島県内でも稀に見る水質の貴重な天然アルカリイオン水です。水博士として著名な広島国際大学の佐々木健教授の推薦の水でもあります。こんな感じですね。私、やわらぎ水は、ここに書いてありますね、やわらぎ水。日本酒を飲む際、チェイサーのように合間に飲む水のことです。その効用は、悪酔いや二日酔いをしにくくなります。日本酒の味を引き立てます。利き酒の際、味の違いを際立たせます。と書いてますね。こんな感じですかね。これが1900種目の水だと思うと感慨深いですけども、本当に、ただの区切りの水っていうことなんで、これから先どん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 、紹介数は増えていきますので、この製品のことも忘れずにですね、また出会えることがあるのを楽しみに待ちつつですね、先に進んでいきたいと思います。この製品ですね、広島県東広島市に行かないと手に入らないので、ぜひ興味のある方はですね、行ってみてください。西条とか、酒蔵がいっぱいあるところでは手に入りますので、ぜひどうぞよろしくお願いします。